オットリーのレスピーギ、オットリーのレスピーギ、オットリーのレスピーギ、1879年7月9日1936年4月18日はイタリアの作曲家、音楽学者、指揮者、ボローニャ出身で1913年からはローマに出て教育者としても活動した。1908年までは演奏家、 とりわけバイオリン奏者やビオラ奏者として活動したが、その後は作曲に転向した。近代イタリア音楽における、器楽曲の指導的な開拓者の一人として務に、名高く、ローマ三部作と呼ばれる一連の公共誌、ローマの噴水、ローマの松、ローマの祭りが広く知られる。16世紀から18世紀の音楽に対する、関心から、古学に基づく作品も残した。 ボローニャに生まれ、地元の音楽教師だった父親からピアノとバイオリンの指導を受ける。1891年から1899年まで、ボローニャ高等音楽学校において、バイオリンとビオラをフェデリコ・サティに、作曲をジュゼッペ・マルトッチに、音楽師を古学の専門家、ルイージ・トルキに指示。1899年に、バイオリン演奏でディプロマを取得すると、 1900年から1901年までと、1902年から1903年までの2度のシーズンにわたってロシア帝国劇場還元楽団の首席ビオラ奏者として、ペテルブルクに赴任し、イタリアオペラの上演に携わった。ペテルブルクでは、ニコライリムスキーイコール、コルサコフと出会って5ヶ月に及ぶ指導を受け、その精緻な還元楽法に強い影響を受けた。 多くの資料では、さらに1902年に、ベルリンで短期間、マックス・ブルッフの勲等を受けたとされているが、エルザミボージ人はこの説を事実ではないとして、否定している。その後、ボローニャに戻り、作曲で二つ目の学位を取得した。1908年まで、ムジェッリーニ50奏談より第一バイオリン奏者に、迎えられている。1908年から1909年までベルリンに、滞在し、 演奏家や、声楽教室のピアノ伴奏者として稼ぎながら、音楽的な知見を広げ、イタリア人以外の作曲家にも開願した。ようやく帰国すると作曲に没頭し、自作のカンタータ、アレトゥーザ、1911年のピアノ伴奏版の作成に熱心に打ち込む。ボローニャコート音楽学校に定職が得られることを要望するも果たせず、 やっと1913年に、サンタチェチーリア音楽院作曲家教授に任命されて、ローマに移住し、以後最晩年まで同地にて暮らした。1917年に、公共し、ローマの噴水をローマで初演するが成功せず、自信を喪失するが、1918年、アルテューロ・トスカニーニによるミラノでの再演が、大成功を収め、作曲家としての突破口を切り開くことができた。 1919年に1915年からの門邸で声楽家でもあったエルザ・オリビエリー・コール・サンジャコモと結婚する。1923年にはサンタ・チェチーリア音楽院の院長に就任し、1926年にも再び院長に任命されたため、十分な時間を作曲に充てることができなくなった。それでも1935年まで教職につき、 1925年に、セバスティアノ・アルトゥーロ・ルチアーニと、協調で、初歩的な教則本、オルフェウス、を上司した。1932年には、イタリア王国学シーンの会員に任命された。晩年は、国内外で、自作の上演のため何度も演奏旅行に出ており、指揮者を務めたり、ピアニストとして、声楽家であるエルザ夫人の伴奏を務めたりなどした。 レスピーニの作品は、ファシスト政権にも、非常に好評であったが、レスピーニ自身はまだファシズムに深入りしてはいなかった。ご半生は、ベニートムッソリーニのファシスト党とぎこちない、関係続けた。それでも、トスカニーニのような、アケスケナ党の批判者の指示も得て、批判者が自作を上演することを認めた。ローマの祭りの初演は1929年に、 トスカニーニの指揮するニューヨークイルハーモニー還元楽団によって行われた。初録音は1942年にフィラデルフィア還元楽団、再録音は1949年に NBC 公共楽団によって行われ、いずれもトスカニーニの指揮であった。レスピーギの作品はアメリカ合衆国でかなりの成功を収めた。ピアノと還元楽のための ドッカータは1928年11月にカーネギーホールにおいて作曲者自身のピアノ独奏とウィレム・メンゲルルクの指揮、ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団によって上演されている大規模な変奏曲メタモル・フォーゼ・メトモア・フォージーンはボストン公共楽団創立50周年記念の異色作品あった1936年1月までは作曲を続けていたが その後は、次第に病に蝕まれ、もはや新作を完成させることができなかった。同年4月18日に、心臓病から死に至り、ローマに埋葬されたが、翌1937年には、亡骸が、郷里のボローニャに移送された。初期のギコテン主義的な修作の後、ロシア滞在を経て、レスピー儀の音楽語法は、変化を遂げた。自由な景色。 拡張された、火星法、振幅の大きい表現が、それ以後の作品を左右する要素となっている。さらに、レスピーギ作品を代表しているのが、イタリア国内のベリズムからの離反である。イルデブランド・ピッツェッティや、ジャン・フランチェスコ・マリピエロ、アルフレード・カゼ、らとともに、ヨーロッパ全土からの影響を咀嚼して、現代的な音楽文化を成立させた。当のレスピギは、 作品中において、副調的な傾向を見せており、還元楽曲はとりわけ、フランス印象主義音楽、特にクロード・ド・ビュッシー、モーリス・ラベルの影響を感じさせるものの、鋭角的なオーケストラの色彩感覚は、両者のそれと、全く異なるものである。また、レスピーギはイタリアにおける、古学復興の機種でもあり、17世紀と、その前後のイタリア音楽に対する熱心な研究。 調査から、クラウディオ・モンテベルディやア,アントニオ・ビバルデの作品のほか、ベネデット・マルチェットの、リドーネを肯定して出版した。過去の作曲家や古い様式への系統から、レスピーギを新古典主義音楽の作曲家と位置づけすることもできるが、実のところ古学に基づくレスピーギの作品群は、新ルネサンス様式、新バロック様式と呼ぶのが正確だろう。レスピーギは、 古典派音楽以前の旋律様式や舞踊組曲などの音楽形式を近代的な化成法やテクスチャーと好んで融合させている。片やフランスで6人組が新しい単純性を中でもウィーン古典派の軽やかさへの回帰を標榜したのに対しレスピーにはイタリア古学の復興、そして古学の再創造、構成のために古い音楽を利用したのであった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。